皆さんこんにちは。今ね、僕カズさんベトナムにいるんですよ。ベトナム何しに来てるかブログ読んでください。いいとこです。ベトナムはすごいね、天気もすごい良くて、今このホテルのラウンジにいるんですけど、これから飛行機に乗って日本に帰るところなんですけど、多分この動画日本でアップロードすると思いますが、まあいろいろお知らせが溜まっております。最新のお知らせは実は、あ、そうだ、これ配信ガズの初の CD レッツゴー最高、なんと CD 発売前に主要ダウンロードサイトでダウンロード配信開始してますんで、ご覧になってください皆さん。はい、リンクここに貼っておきますからね、ここ。はい、まあ、ベトナムに何しに来たかと言いますとですね、ウクレレ工場を見たりとかですね、まあ、いろいろなんかね、観光じゃないんですけど、まあ観光みたいなもんなんですけど、とにかく充実しました。もう人々のエネルギーとね、こうこれから発展する国のなんていうかパワーっていうか、本当良かったですね。そして結構、あ、この写真ご覧ください。ホーチミンでガズレレ開催したらすごい十何人集まってくださってですね、嬉しいですね。もうガズレレって世界をちっちゃくしてますから、皆さんなんかね、世界面白い、やっぱり来てみると痛感しました。はい、でまあたったね、3日間の滞在だったんですけど、まあ1回リセットしてね、でウクレレのこともいろいろ工場とか見に行って分かったし、ブログに書いてあるんで見てくださいね。楽しかったです。まあ11月11日こういう話の報告、いろんなお土産話ありますからね。11月11日のガズレレのイベントね、これね、これ皆さんぜひお越しください。この日にね CD は先行発売ですからね、全国発売は11月15日。はい、いいですね。音楽で楽しい人生やりましょう。ひとまず、近況報告でございました。はい、ひとまず、レッツゴー最高、主要ダウンロードサイトで配信開始しましたよ。ベトナムから愛を込めて、でこの動画アップするのは多分東京ですけど、じゃあおー、バイバイ。レッツゴー最高、ウクレレリュックに放り込み、レッツゴー最高、みんなで一緒に、レッツゴー最高、僕たちみんなノリノリ、レッツゴー最高、やりたいことやるのがナンバー